V9938 は、ASCII、Microsoft、Yamaha の3社で開発された、TOMS9918 上位互換のビデオディスプレイプロセッサ別称、MSX ビデオ。MSX 用都外では、EVDPI と呼ばれることがある。当初は、家庭用パソコン MSX のキャプテンシステムアダプタ用に開発され、その後、 MSX に企画に取り込まれることとなった。MSX 以外にも比較的簡単、安価にテレビ画面を利用した画像表示ができることから、キャプテンシステム端末、アーケードゲーム機、家庭用ビデオ編集機、囲碁通信ネットワーク端末などで採用された。 他のパソコン用途としては、セガエンタープライゼスから1986年7月発売のセガ AI コンピュータに採用され、1989年には雑誌 OFM で FM-7 シリーズ用の V9938 ビデオボード制作記事が掲載された。アスキーの聖ワビコやマイクロソフトのビル・ゲイツらの要求に応える形で、ヤマハ側が開発していった。 主にビル・ゲイツはコストメニア横80桁表示、アスキー側はビットマップや色数と表示モードの増加、VDP コマンドなどを要請した。スプライトの強化などゲーム向きの機能には無関心だったという。後にセガのゲーム機など画像 LSI の開発を手掛けることになるヤマハにとって初の画像 LSI だった。トムスの上位互換チップで ありながら、その開発元のテキサスインスツルメンツ社の協力は得ず、公開された技術情報からヤマハが独自に実現している。そのため、ベレム容量判定のフラグなど一部挙動やアクセスタイミングが異なるほか、色の分解能並びに初期パレットの設定値を原因として、表示色には差異がある。なお、設計したヤマハ側は色の違いを認識していなかったことを、 後年の取材に答えている。上位互換のチップに V9958 がある。V9938 外観 V9938 外観。ありがとうございます。